サウスフィールドはアメリカ合衆国ミシガン州南東部オークランド郡の都市であるデトロイト市北の郊外にある2010年国勢調査での人口は7万1739人だったデトロイト都市圏には大きなオフィス需要がありサウスフィールド市の特徴はゴールデントライアングルと呼ばれるムネの超高層ビルが固まったところにある 床面積220万平方フィートのサウスフィールド、タウンセンターには、ウェスティンホテルや会議場が入り、オフィス複合施設となっている。このビルとは別に、高層33階建ての豪勢な住宅のビルもある。その西、週刊高速道路696号線、ロイターフリーウェイとミシガン州道10号線、ロッジフリーウェイの合流点には、アメリカンセンターがある。 サウスフィールドとなった地域は、1817年、ミシガン・巡州知事ルイスカスの計画に従い、測量が行われた。最初の開拓者は、近くの町であるバーミングハムやロイヤルオークから来ていたが、ニューヨーク州やバーモント州から来た者もいた。後にサウスフィールドとなる場所には、1823年に、ジョン・ダニエルズが入植した。町の設立者には、ヘス・スティーブンス、 ハーモン、マクレランド、トンプソンの家族がいた。1830年7月12日、お世話軍区がまず組織化されたが、その名称は17日後にサウスフィールドに変更された。この軍区はブルームフィールド軍区の南の畑にあったことから、その名がついた。1833年に郵便局が設立され、1873年には初代長役場が建設された。 サウスフィールド消防署が1942年4月6日に設立され、サウスフィールド警察署が設立されたのは1953年のことだった。サウスフィールドタウンセンター1950年代、軍区内で1950年のラスラップビレッジ、1957年のビバリーヒルズなど、市や村が法人化を始めた。 軍区内で残っていた場所の多くがデトロイト市からの併合を避けるために1958年4月28日、一つの市として正式に法人化した。デトロイト市のアフリカ系アメリカ人の社会が拡大し、それを脅威に感じた白人が差別主義者のホワイトフライトの一部としてサウスフィールドのように白人が圧倒的に多い郊外部に逃げ出してきた。 現在の市役所は1964年に新しいシビックセンター複合施設の一部として建設され、そこにはサウスフィールドの警察署本部も入った。シビックセンターは1971年に拡張され、水泳プールを備えたスポーツアリーナができた。1972年、エバー・グリーンヒルズゴルフコースが追加され、1978年、 新しい公衆安全ビルであるサウスフィールドパビリオンと新しい裁判所ビルが追加された。2003年サウスフィールド公共図書館が拡張、再設計されてシビックセンター敷地で開館され最新鋭の設備を備えた。シビックセンター複合施設の外では市民公園とレクリエーション施設がありビーチューズレクリエーションセンターやジョングレースコミュニティセンター ダンズスコタスカレッジなどが1970年代に開発され、現在はワード・オブ・フェイス・クリスチャン・センターも入っている。サウスフィールド・タウンセンター、ローレンス工業大学から望むサウスフィールドは、デトロイト都市圏の中で商業と事業の中心であり、事務スペース2700万平方フィートは、 デトロイト都市圏の中で、デトロイト市中央事業地区の3,325万千平方フィートに次いで、第2位の広さである。国際的に認知された会社が市内に、主要オフィスや本社を構えている。例えば、ハフ・ハルスベックファースト、デンソー、ピーターソン・スプリング、フェデラル・モーグル、リア、RL ・ポーク&、CO、インターナショナル・オートモーティブ・コンポーネンツ、ステファニーに、 インク、ガーディアンアラーム、オンライントレーディングアカデミーがある。フォーチュン500に入る会社の100社以上が、サウスフィールドにオフィスを構えている。住友商事が、フランクリン道路27,777のスイート1450に、デトロイト事務所を運営している。この事務所が関わるのは、自動車、圧縁鋼板交換材料である。 2014年10月28日、フィフスサード銀行が、そのミシガン地域本社をサウスフィールドからデトロイト市中心街にできるフィフスサード銀行ビルアットウッドワードに移転させると発表した。この本社の従業員は150人だった。国内でも最初期のショッピングモールであるノースランドセンターは、1954年にサウスフィールドでオープンし、 2015年に閉鎖された。市内には780エーカーの公園がある。また全国的に認知された公共教育学区がある。マケドニアデトロイト領事館がサウスフィールドタウンセンターにある。イラクデトロイト領事館もサウスフィールド市内にある。アレックス・マヌーギアンが設立したセント・ジョン・アルメニアン教会アメリカ合衆国国政調査局によれば、 地域全面積は26.28平方マイルであり、この内陸地26.27平方マイル、水域は0.01平方マイルで、水域率は0.04%である。ルージュ川の本流がサウスフィールド市内を流れている。市の南京は8マイル道路、西側境はインクスター道路、東はグリーンフィールド道路となっている。 北側境は一つの道路ではないが、おおよそ13マイル道路の周辺にある。南は、デトロイト市とレッドフォード群区、西は、ファーミントンヒルズ市、北は、フランクリン村、ビンガムファームズ村、ビバリーヒルズ村、東は、ロイヤルオーク市、バーグリー市、オークパーク市に接している。別に、ラスラップビレッジ市が、サウスフィールド市内の東部に完全に囲まれた、形である。 ワード・オブ・フェイス、クリスチャン・センター、元のダンズ・スコタス・カレッジ、以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。サウスフィールドの人々で最も多い職業の形態は、ホワイトカラーとブルーカラーの仕事の混合である。全体的に、営業と事務職、専門職と管理職が多い。 事務と管理支援が16.00%、営業が10.93%、管理が9.72%と比較的多くのものが住んでいる。さらに興味あるのは、コンピュータや数学関連で働く人がアメリカの95%の場所よりも多い。国内の都市や町に比べて、教育のある人口が多く、成人の38.73%が学士以上の資格を持っており、 国内平均の二十一点八四パーセントと比べれば明らかである。二千十年の一人当たり収入は二万八千九百九十五米ドルだった。アフリカ系アメリカ人二千二年、サウスフィールドには四万二千二百五十九人の黒人がおり、デトロイト都市圏の自治体としては第三位だった。二千十一年時点で多くのアフリカ系アメリカ人がデトロイトからサウスフィールドや その他オークランド軍とマコーム軍の町に移転している。サウスフィールドに住む中流階級黒人とウェイン軍からの新参者との間に緊張関係が生じている。カルデア人2001年時点で多くのカルデア人がサウスフィールドに住んでいる。各地域にいるカルデア人集団大半にとって親組織であるアメリカカルデア人連盟がサウスフィールドにある。同年、 新都数で最大のカルデア人協会がサウスフィールドにある。地域のカルデア人のみの退職後の家もある。サウスフィールド公共図書館の玄関サウスフィールドは、市政委員会、マネジャー方式の政府を採用している。市政委員会は7人の委員で構成されている。市民の選挙で選ばれる市長は、市政委員会の評決には参加しないが、その決定に対する拒否権を持っており、 また、市の企画官、査定官、検事、及び、省委員会の委員について任命権を持っている。市の事務官と財務官も、市民の選挙で選出される。これらの役人は無党派の立場とされる。衆議会上院では、第14選挙区に、下院では、第35選挙区に属している。連邦議会下院では、ミシガン州出し14選挙区に属している。 2016年時点ですべて民主党員を送り出している。ローレンス校歌大学サウスフィールド公共教育学区が地域の公立学校を運営している。サウスフィールド市内にあるサウスフィールド高校とラスラップビレッジにあるサウスフィールドラスラップ高校が市内の高校生を受け入れている。市内北部の住人の指定はバーミングハム市教育学区に入り、 市内南東隅の住人の指定は、オークパーク教育学区に入る。サウスフィールド公共図書館が市内の公共図書館を運営している。プロビデンス医療センターが様々な医学分野で住民の訓練を行っている。サウスフィールド市内には、ローレンス工科大学、エベレストインスティチュート、オークランドコミュニティカレッジなど、8つの高等教育機関がある。 スペックスハワードメディア芸術学校もある。サウスフィールドはデトロイト地域の放送メディア中心であり、テレビのための放送スタジオや放送施設がある。デトロイト都市圏の地域スポーツネットワークである、FOX ス,スポーツデトロイトが11マイル道路とエバーグリーン道路に沿ってある。市内に送信灯が一つあるが、それはデトロイト中心街にある唯一のテレビ局のものである。 ラジオ局では CBS ラジオのデトロイトスタジオがあり、また学生が運営するラジオ局はサウスフィールド公共教育学区が講演している。1970年ラジオのパイオニアでエンタテナーのスペックス・ハワードがサウスフィールドでスペックス・ハワードメディア芸術学校を設立した。デトロイト市内で発行される日刊誌デトロイトニューズとフリープレスに加えて サウスフィールドエクセントリックが日曜日と木曜日の週2回発行されている。デトロイト11種ニューズの本社が市内にある。カレドニアニューズの本社もある。ワンタウンスクエア地域交通のための郊外稼働成功者が市内と地域のバス便を運行している。市内の幹線道はジョンシーロジフリーウェイがあり、国内で初めて都心から郊外に向かって建設された。 高規格道路である。他に、週刊高速道路696号線、サウスフィールドフリーウェイ、アメリカ国道24号線がある。市内には、地方道と自動車専用道をつなぐインターチェンジが、数箇所ある。ロッジフリーウェイは、デトロイト中心街に入り、週刊高速道路696号線、国道十四号線、修道十号線、ラッシャー道路、 フランクリン道路と接続するミキシングボールがある。大半の通りは南北方向あるいは東西方向に走っており、1マイルずつ離れた格子を形成している。東西方向路の主なものは8マイル道路、9マイル道路、10マイル道路、11マイル道路、および12マイル道路である。主要な南北方向路はテレグラフ道路、ラッシャー道路、エバーグリーン道路、 サウスフィールド道路及びグリーンフィールド道路である。一時期日本祭がサウスフィールドで開催されていた。ありがとうございます。